も何かせああいう乗り物を持ってきてそこに坂があるんです。そこを滑ったりするのが好き でこの上を手を持ってあげたら歩いてここへぶら下がったりするのが好きで、いやよくこの公園で遊んだらって感じです。戦隊ヒーローになりたかったです。かっこよかったからです。苦手な食べ物があったと思います。ピーマン。もうただ元気でいてほしいいうことだけで、もうついて回るのが精一杯でまず初めての孫やったから、もうみんなで支え合って、うん、今の夢は営業をしてるんですけど、その営業で一番になること。近所の人たちとあっちこっち遊びに行ったり、うん、もう楽しいことばっかりで今は幸せです。高校行くときに島根県まで行って寮生活してたんです。でこう行くときにみんながサプライズでここで来てくれたって感じです。抱き合ってみんな泣いて別れたよな。やっぱり温かいっていうか優しいですね、周りの人は。